はい、ありがとうございます。はい、練習終わりました。今から車取りに行きます。リオ選手に送ってもらいます。お願いします。お願いします。お願いします。よし、あった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 いるはい、はい、どうもお疲れ様です。リオありがとうございます。ありがとうございます。約1ヶ月間のレンタカー生活が終わりまして、爆速で車を買いました。紹介したいと思います。どうですか？いや、めっちゃいかついです。かっこいいです今まで黒の車ってちょっと乗ってたんで、あ、今回は白で爽やかに、はい、真っさらで、真っさらでやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ほんまやな。経由帰ってきたぜ。はい、10月1日です。おはようございます。台風来てて雨と風やばいです。やばいやばいやばい。はい、お疲れ様でした。今はね、台風が来ててめちゃめちゃ天気荒れてます。雨と風やばい、てか雨やばい。はい、明日川崎と試合なんで、今から着替えて、移動です。バスで、まあ、多摩川クラシコなんで、もう絶対負けられないんで、一発目のね、あの川崎と試合した時は負けてるから、もう次絶対勝つためにやっていきましょう。行こう。ほんま？はい、ホテル着きました。雨めっちゃ降ってるけど、そんな関係なく熱い気持ちでやっていきましょう。はい、おはようございます。今朝の散歩来てるんですけど、今ね、横浜駅、なんかめちゃめちゃでかい駅やし、なんか川流れてるし、めっちゃいい感じ。すごい、めっちゃおしゃれ。はい、お疲れ様でした。東京に帰ってきました。今日の川崎戦は残念ながら負けちゃったんですけど、下を向いてる暇ないんで、前向いてバリバリやっていきたいと思います。次はルヴァンカップ。ルヴァンカップね、もう絶対タイトル取りたいんで、自分の力をチームに還元できるようにやっていきたいと思います。もう今は10時過ぎてるんで、早く帰って寝ます。明日練習あるんで、しっかりやりたいと思います。はい、お疲れ様でした。おやすみなさい。はい、おはようございます。練習行ってきます。今日はめちゃくちゃいい天気です。やってこう。クラブハウス到着です。はい、お疲れ様でした。練習終わりました。今はもう午後の2時回ってます。今からはですね、ちょっと行きたいカフェがあるので行きましょう。あれかな、参ります。はい、今マンモスコーヒーというカフェに着きました。ここはですね、少し前にインスタの DM でメッセージをもらいまして、ここの方と知り合いました。って言ってもメッセージ上でしかまだやり取りしたことないんですけど、ここの方が、まあ、少しちょっと、辛い時期を過ごされてたみたいで、まあ、そういう時に
僕のことを見つけてくださって、僕のことを見て少しだけでも元気を出してもらえたという感謝のメッセージをいただきました。まあ、一度ぜひ来てくださいっても言ってくださってたので、まあ、今日はサイン入りのユニフォームを用意したのでプレゼントしに行ってきたいと思います。こんにちは。今日ユニフォームを一応持ってきたんで、いや、よかったら持ってください。ありがとうございます。喜んでもらえてよかったです。コーヒー美味しかった。ぜひ皆さんマンモスコーヒー行ってください。ここどこや、青梅街道沿いの上石寺ぐらいやと思います。ぜひ行ってください。はい、ちょうど思ってたので、はい、おはようございます。練習行ってきます。今日は、ルヴァンカップ名古屋戦の前日なので練習が終わったら移動です。最高の天気なんでやっていこう。今日も行くで。やばいぐらい混んでて、もう1時間以上運転してます。クラブハウス着きます。やっとめちゃめちゃ混んでたぞ。やっていこう。はい、お疲れ様でした。練習終わりました。明日ルヴァンカップです。なので今から名古屋に移動です。新幹線かな。新幹線やな。オッケー、行きましょう。勝ちに行こう。こんにちは。はい、ホテル着きました。明日はナイターの試合なんで、時間あるんでしっかりといい準備したいと思います。はい、今週もどうも見ていただいてありがとうございました。シーズンも佳境に入ってきて、しびれる季節となってきました。まあ、残り少ないですけども、最後まで突っ走ってやっていきたいと思います。はい、僕この YouTube の他に公式 LINE とオンラインサロンやってます。オンラインサロンはめちゃめちゃ面白いと思います。力入れてやってます。まあ、ほぼ毎日発信してますし、サロンメンバー同士で一つのものを作り上げるようなそんな企画とか立ち上げたりしてます。興味ある方は概要欄に URL 貼っとくので、ぜひチェックお願いします。はい、ということでまた来週見てください。ありがとうございました。さよなら。はい、次新しくやりたい企画なんですけど、視聴者さんからいただいた質問に答えていくっていう動画撮りたいと思ってます。自分の年齢にちなんで33個質問動画受け付けたいと思います。もうサッカーのことからプライベートのことまで、ほんま何でも、答えれる範囲のことで何でも答えたいと思うんで、どしどし質問いただきたいと思います。で、質問なんですけど、 YouTube のこのコメント欄じゃなくて公式 LINE の方から、質問を送っていただきたいです。なんでまだ登録してない方は僕の公式 LINE、概要欄に貼っておくので登録してもらって、そっから質問ください。お願いします。